戦で佐野海舟が見せたとんでもないターンがこちら。佐野マジでいいな。えげつなくうまい。ブンデスでブレイクするのは時間の問題だな。クソうまいターンした後に取られるもすぐに回収するさすが。リーグ戦もスタメンいけるやろ。佐野回収良い動きしてるんだが、めちゃくちゃ動き回ってるし、潰してるし、良いパス出してる。まだ23なのマジか。もはやブンデス中堅のチームでは別格のレベル。ボールダッシュ力と無尽蔵のスタミナ、ターンで前を向ける能力まで兼ね備える。楽呼べないんだよなってなって悔しくなる。ああこれ、今後の日本代表で佐野回収いればなーって思う場面が何回もあるタイプの佐野回収だ。代表の足かせないから数年後には大きく出世してそう。いろいろあったけど、現役日本代表クラスならブンデス一部に直で移籍しても通用するよねという風潮を作ってほしいな。すでに佐野ロスを感じてるわ。